教育実習とは、教育職員免許上の授業を受けるために習得する単位のこと、または、その科目の内容として、各学校で行われる実習のことである。免許上の授業を受けるためには、教育実習の単位を得る必要がある。取得しようとする講習により実施すべき期間や講習は、異なるが、原則として、養護教諭及び栄養教諭を除くべての講習。 教科において必要である。ただし、一部の免許状については、資格や実務経験を根拠に教育実習を実施することなく、教員免許を取得することも可能である。教職課程を設けている大学、短期大学、教員養成機関などで科目として開講されており、事前、自己指導文として一単位、実習本体として2から4単位が認定される。免許状取得には、 事前事後指導文合わせて幼稚園、小学校、中学校で5単位、高等学校で3単位が必要である。教育実習の実施期間については、法令では明記されておらず、各都道府県の教育委員会によって、若干見解が異なるが、一般的に幼稚園、小学校で4週間、中学校で3週間、高等学校で2週間とされる。なお、 特別支援学校教諭は教育実習ではなく、心身に障害のある幼児、児童または生徒についての教育実習を行う必要がある。同様に養護教諭は、養護実習、栄養教諭は、栄養教育実習を行う必要がある。2015年、文部科学省は、学校インターンシップを教育実習の代替単位とすることを可能とする、答申を出し、 平成31年度改正の教員免許法改正より各大学の判断で教職課程に位置づけられることとなった。教育実習は原則として取得しようとする免許上の講師かその隣接講師で行う必要がある。実習校の確保にあたっては在籍する大学等によって次の方法が存在する。学校には教育実習生を受け入れる義務はない。教務と リスクが増加するにもかかわらず、次世代の教員育成のために、いわば学校の行為によって実現しているものである。そのため、各学校ごとに実習生の受け入れ基準や実施時期、実施内容等は異なり、卒業生しか受け入れない学校も少なくない。教育実習の内容については、法令等で定められておらず、その内容は、 教育委員会の内規や受入校の校長及び指導教諭桃源地教員により決定されているため学校ごとあるいは教科ごとに実施内容が異なるが多くの場合学級指導、教科指導、学校行事など教育活動のほぼすべての領域に参加する。法令上、教科指導は取得しようとする免許上の教科に限られているわけではないが 免許状を取得しようとする教科以外の教科の授業をあえて担当することは指導教諭、実習生とも負担になるだけであり通常は行われない。ただし中学校における実習では特別の教科道徳はこの限りではない。2020年度の教育実習についてはコロナ禍で教育実習の実施が困難となっていることから 文部科学省は同年5月に実習期間の3分の1までは大学内での実習や授業で代替できると通知を出した。その後、同年8月11日文部科学省は教育実習の代わりに大学の授業などを教育実習の代わりとして単位認定することを認める特例措置を発表した。なお萩生田光一文部科学大臣は 教員の質が低下しないように原則は、教育実習を実施することを求めた。2021年度も、同様の対応が取られた。ハット AB 教育職員免許法施行規則第6条、教育実習なしの教員免許、教育職員免許法施行規則第7条、教育職員免許法施行規則第10条、教育職員免許法施行規則第10条の4、教職家庭に、 学校インターンシップ導入教育実習と役割分担リセマム2020年8月20日閲覧教育実習が秋にずれ込む見通し学生ら不安の声愛媛新聞2020年8月20日閲覧教育実習に特例措置やむえない場合なしで免許取得も朝日新聞2020年8月20日閲覧ありがとうございます